どうも皆さんこんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、非常におしゃれなデッキを作ってまいりましたんで、ご紹介していきたいと思っております。大好きなドラゴンデッキなんですが、何やっていくかっていうですね、今デュエルリンクスの、界隈で話題になっている戦術がありまして、それが何かっていうと、この魔法の使い手っていうスキル、これを採用して、初手で芝刈りを引きやすくするっていうで、芝刈りを打って墓地を壊す、墓地をのリソースを使って戦うデッキ、例えば不知火とかね、そういうデッキ、あとマジシャンガールとか、ああいう系のデッキだとこのスキルすごい相性がいいっていう話なんですけども、これなんでかっていうと、5種類魔法を入れておくとすごい初手に魔法入るから、初手芝刈り率が高くなると。でリロードとかね、リロードとか打ち手とか入れとくとまたさらに引きやすくなるしみたいなことあるんですけど、今日は何やっていくかっていうと、ドラゴン族を墓地に送りまくるっていう、ですごいね、美しいコンボがあるんですよ。美しいっていうか、面白いコンボっていうか、墓地にアークブレイブドラゴンっていう、これが落ちるアークブレイブドラゴンっていうのが落ちる。でさらにもう一枚、ドラゴニティアームズレバテインっていうのが落ちているっていう状態の時に、これアークブレイブドラゴンって、墓地に送られたターンの次のスタンバイフェーズに自分の墓地のレベルが、78のドラゴン族モンスターを対象として、それで特殊召喚するよっていうのを持ってるんですね。だから例えば、芝刈りとか、もちろんこの超やべえロマンカード未来融合フューチャーフュージョンっていうね、このカードで落としてもいいんだけど、この辺のカードでこう落としますよね、アークブレイブ。そうすると墓地の、ドラゴニティアームズレバテイン、もちろん墓地落ちればレールとか、ブルーアイズとかもう蘇生できるんですけど、もちろんなんですけど、こういうモンスターを、墓地が特殊召喚できる。で特殊召喚したいのはこの、ドラゴニティアームズレバテインで、レバテインはこれ召喚が特殊召喚に成功すると墓地のドラゴン族を装備できるんですよ。もちろんね、このファンクスを装備して、装備解除して、2と8で10シンクロして、この、アスカロン出してで除外していくっていうギミックももちろんエース級の動きとしてやるんですけど、これ強いのはこれレバテインで、これアークブレイブ装備するんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、アークブレイブの効果って、墓地に送られてるだけで次のスタンバイにドラゴン蘇生するんですよ。だからまた要はレバテインと、ブレイブ、アークブレイブ、これで、無限ループに入ります。無限ループ、もちろんコツされとかされるときついけど、されなければ普通にこれ、装備しますよね。でやられますよね。またね、蘇ってくるんですよ、レバテインが。めちゃくちゃめんどくせえ無限ループ、ドラゴン無限ループが入るんですよね。で、良きところで良きタイミングでファランクスを装備して、アスカロン立てようかなっていう。でアスカロンの効果で相手のモンスターを除去して、ワンキル取っていくみたいな、そういう動きをしていければいいかなと思って今回は訓練してきました。要するにブルーアイズのギミックと、ドラグニティのギミックと、あとアークブレイブっていうこの最強のこの無限ループギミックをぶち込んだデッキとなっております。結構ね、やっぱね、これが強いですね。未来融合フューチャーフュージョンがこれ一番強い。これなんでかっていうと、その5コットドラゴンっていう最強のモンスターがいるんで、これドラゴン族かける5なんですよ。でドラゴン族5枚墓地を入れるんですよ、これ。これこっちこれだから、アークブレイブ、レバテイン、それから太鼓、ファランクス、霊竜とか、こういう霊廟とかの送り方ができるんですよ。これめっちゃ強いんですよね。このカード引きたいんだよ。一応だから魔法の使い手で、一番宇宙なのは芝刈り打ってから未来融合するっていう、これ一番やばいです。とりあえずね、早速ね、このドラゴン芝刈りドラゴンの動きがどういう動きになるのか、皆さんにご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。このね、打ち手のコンテストとリロード入れとくと結構引けんだよね。意外と芝刈り意外と引ける。ちなみにこのデッキ、相手が30枚デッキだとマジで何もできんのでびっくりするくらい何にもできないんで、未来融合引ければワンチャンあるけど、未来融合引けてなかった場合のその芝刈り引いたところで芝刈り打てないっていうパターン、マジで何もできないんで、それだけちょっと注意していただきたいなというところではありますが、私のデッキ、とりあえずですね、エイリアンですね。これエイリアン古代遺跡行動、懐かしいカードな。でこれと、レネコンは残しといて、で、芝刈り引いていく。ナイス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 、めっちゃ落ちた。ちょっと待って。これはこいつか。で、ぼっちじゃねえや。デッキ戻していく。落ちてんのがいい感じ。あ、落ちてんの結構いいね。落ちてんのいいんじゃないこれ。結構いいよ。で、スタンバイフェーズ、アークブレイブドラゴンの効果。アークブレイブドラゴンの効果。墓地の置かれたこのカードが存在する場合、墓地のドラゴン族レベル7か8のモンスターを特殊召喚する。こいつでいいな。で、守備にしていく。で、レバテイン効果で、アークブレイブを蘇生していく。で、こいつを殴ってもらうと。これ殴ってもね、また、これ戻ってきますから、この人は。これまた戻ってきますんで、墓地から。まあ、ちょっと一番きついのはゴルガーから。ゴルガーのバウンスが一番きついような気がするけどね。まあ、一応エネコンがあるんで、なんだかなと思います。あ、ちなみにこれ、エネコンして、リリースして墓地送ってもいいんで、これ。なるほど、バトル。なるほど。あ、殴っていただける。殴っていただける。ありがとうございます。ありがとう。これはですね、これ使いませんね。これ使いませんで、ターン終了、了解。で、ドロー、フェルグラント OK、強い。で、アークブレイブ効果。アークブレイブの効果、ドラグネティアームズ、レバテインを出していく。レバテイン特殊化して、レバテイン効果。で、相手のバックから相手、ここは、装備するのはファランクスで OK。で、ファランクス装備解除して特殊召喚。さあ皆さんにね、ちょっと待って、召喚工場、召喚工場、ちょっと待って、召喚工場、どうだ、これ、聖なる翼翻し、我らに勝利をもたらしたまえ、元祖、もったらけ新規の召喚、舞い上がれ、ドラグルティー、ナイト、アスカロン、そしてアスカロンの効果、墓地のドラゴニティカードを1枚、このゲームから除去し、相手のフィールドの無能モンスターをゲームから除外していく。しょら、この効果に対置制限はついていない。おらくたまれおらー。そしてパラディン・オブ・フェルグラントを召喚し、フェルグラントの効果発動。フェルグラントの効果によってデッキよりドラグンディアームズレバテインを装備し、そしてフェルグラントの効果、自身とフィールド上のモンスターを1体リリースすることによって墓地のドラゴン族モンスター1体を特殊召喚していく。ドラゴンキーアームズレバテインの効果、もう一回アークブレイブ装備。めんどくせえ場面来た、これ来た、これ無限ループ入った。やばい、強い、なんだこのデッキ、やばい神ゲーだ。無限ループ来た、無限ドラゴン。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエル3倍、これは強いなこれ強え、これハンド強え、ハンド強っ、ハンド強すぎ問題発生した。ちょっと待って、一応セットするじゃん。で、まあ、未来融合打ってて、この芝刈りに小伝いを打たせるっていう作戦で、太鼓の白石効果、太鼓の白石効果使って、ブルーアイズいいか、ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく。アークブレイブ落ちてないか、ブレイブいないか、ブレイブモードには突入できないってことですね。なるほど、マハード来た、また捨てたらマハードかっけえ、でっキートップマハードかっこよ。なんだ本物か、モノホン遊戯か、つまみ偽物でなんか会話かぶれみたいな、会話かぶれみたいなデッキ使ってごめんって、すまんって、許して。でこれ多分ナビゲート使えないから、これ除外できないんじゃね、これナビゲート使えないでしょこれで。黒の魔導陣は OK、 黒の魔導陣は OK、 問題はない。でこれでターンエンドしかないでしょ、ってこれ無理じゃね。ブルーアイじゃねえや、ブラックマジャ出せないでしょこれ多分。そんな、なんか大丈夫、そのマハード出しちゃって、マハード出しちゃうプリミティバ、マハード出しちゃうプリミティバっていう説はある。ブラックマジシャンどうぞ闇属性にはね圧倒的強いんですけど、あの人こっち光属性しか書いてあるのほとんど。あー強い、強いよ。ベールはちょっと強い、ベールはちょっと強い。これ何これ、これブルーアイズでしょ、でもさすがにこれブルーアイズでしょこれ。未来融合やめて、未来融合やめて、ブルーアイズだって、それはブルーアイズにしよう。あ、そっちか、勝てんのかブルーアイズを。あとそういうやつこれやばいやつ、これでもこれキャバラリーいいか。あーなるほど、これ今一番やばいのは多分ねあれやったわ、パラディンだったわパラディンの方が断然やばかったけど、これ一回守るか。パラディンの方が断然やべえっていう説あったけど、一回助けるとで守っていこう。で対象人トルコが一回無効やから、手札を減らさせる問題は発生した方がいいかな。ただキャバルリーはもしキャバルリーなんだったら多分ね、ワンチャン5カットドラゴンで勝てんだよね、打点的な問題で。あ、なるほど、それ来たか。で5カットドラゴンでここでもスッキリとしていこう。レバテインでしょ、レバテインでしょ。でファランクスは1枚絶対いるなこれ。ファランクス対抗、霊廟アークブレイブだな。これでいいか、これでいいな。無限ループ入ろう1回で、ここ全部5枚落として。これ難しいですね。これどうしましょうか。普通にバトルしてもいいんですけどね、シップバトルにしてもいいんだけど、まあこれ太鼓出してドラッグオンバームニオン出してバトルするか。いや太鼓1回手札減らしとくか。手札減らしといて、別にこのブルーアイズあんまり仕事しないからもうこれで出すか。ホワイト・オブ・エンシェントでいこう。でホワイト・オブ・エンシェント効果で効果でっていうかドラゴン・バビロン効果でなんか破壊したいって言うけど、それ無効にしてくるってパターンでしょこれ。ドラゴンバーミニオン効果で、ホワイト・オブ・エンシェント除外からのキャバルリー殺したいな。キャバルリー殺したいな。無効にしてくるの分かってるんですよこれ。っていうのを一枚捨てて無効にされる。オッケーでドラッグオンバーミニオンを破壊された場合の効果で除外されている太鼓の白石を回収していく。オッケー、ここまでは読んでいました。さあいきまーす。ホワイト・オブ・エンシェント回収しとくべきかどうかっていう話もあるけど、これ回収してなくてもいいんじゃないこれ。しといた方がいいこれ。1個効果余ってるし、しといた方がいいか。ブルーアイズ回収していこう。一応意味ねえかあんまりこれ意味ない説なんだ。でターン終了時に太鼓の白石の効果発動していく。太鼓の白石の効果によって白き霊竜をぶち込んでいく。で白き霊竜の効果によってなんかその厄介な魔導陣とかいうカードは除外させていただくぜ。よしいいぞ、オッケー、よし、耐えろ頑張れ。でアークブレイブドラゴンの効果発動。アークブレイブドラゴンの効果によってドラゴンディアームズレバテインを墓地より特殊召喚していくぜ。そしてこれ攻撃表示いいなあいつは貫通がある。でドラゴンティアームズレバテインの効果、墓地のアークブレイブドラゴンを装備。きた、これハイパー無限ループだ。次のターンてめえは5カットドラゴンの餌食になるんだよ、覚悟しておけ。場所についたろ、両方ともやられていいぞ。両方とも無理か。あいつ1体しか殺せねえか。いいだろ、そっちやっていただける。それ破壊していたらちょっと待って、0秒やる必要あるこれ。必要あるないね。0秒やる必要はないわ。でまあこいつはほっとくしかないですよね。殴りますこれもしかして。あ、殴る説は別にいいや。殴る説は別に問題なくて、でマハード効果で0秒の守護者の効果、これは発動しとくか一応。で発動しといて霊竜を回収しておこう。今ブルーアイズになってるのがよかったなこれ。ブルーアイズ納得説あったの今のブレイングむずいんだけど、なんか自分で作ったはいいもののこのデッキブレイングむずいんだけど、これね最近よくあるんですよね。自分で作ったはいいもののブレイングめっちゃむずいっていう、なんかお前が作ったんだろっていうね。まあまあそれは全然いいや。それは殴られるのをカイトロードで防いでいく。でダメージ防いで、でスタンバイ自分スタンバイいいですか。アークブレイブドラゴンの効果発動。墓地のドラゴニティアームズレバテインを特殊召喚。現れようドラゴニティアームズレバテイン。そしてレバテインの効果発動。墓地のドラゴニティファランクスを装備していく。これなんで光ってんだこれ。なんだあのくせなんだ怖いぞ。5に現れよドラゴン族5体の魂をここに降臨せよ5ガットドラゴン。うおーあーあーの効果、リバテインの効果ってなんだっけ。あ、蘇生できるのか。なるほど、そんなのがあったら霊廟勝者の効果も発動しよう。あれなんかワンチャンこれ強いね。これあれこれ強い説あるのこれ。あ、これあ強い。これは強いぞ。これは強い。あ、強い。なんだこれ、なんだろう、強い。2体分にしてリリースすんじゃん。でブルーアイズ出すじゃん。できた神ゲーだこれ。やばいなんか死んねえけどやべえこと起きた。なんだこれ、なんだこの無限ドラゴン、なんだこの帽子から無限に蘇ってくるドラゴン、強い。何これ。あとドラゴニティのコストちょっと間違えた。やばい、時間ない。やばいちょっと殴れ、殴るしかない。いけ、おら、よし、オッケー、タジロ。危ない、時間がないぜ。これ今ドラゴニティアームズレバテイン出しようとかだった。俺レバテインアドバンス召喚してレバテインとファランクスでアスカロンやったら今全部3体とも除外できたわ。ちょっとすまんわちょっとプレイングむずい。このデッキ自分で作ったのにさ、もう最近マジ自分の作ったデッキ使いこなせないって意味わからん現象起きんだよね。ドロー、なるほど。一応セットバトルフェイズいきます。いけー、おらーなんかすっげえプレミアした気がする。大勢ありがとうございました。さあお相手の方ジャック・アトラス選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや1個言いたいのはそろそろメンテナンスっていうことなんですよね。今ね現在撮影日1月の27日なんですけれども、そろそろちょっとですねメンテナンスやべえっていう問題が発生しまして、14時前なんですよ。今55分ぐらい、55分ちょっと過ぎぐらいなんですけども、これそろそろやばいですメンテナンスちょっとやばいっていう。デーモンの将来来た対象に取れないっていうモンスターなんですよね。でとりあえず芝刈り打つ。これ宇宙を見せれそう。これは宇宙だ。これは相当宇宙。アークブレイブも落ちている。でドラゴニティアームズレバテインも落ちている。でカイトロイドも落ちている。これ強いな。ファランクスも落ちている。これ宇宙だな。これ宇宙だ。で未来融合も打っていく。太鼓でいいか、太鼓にしよう。でターン終了でスタンバイ自分いいですか。自分スタンバイページですか。アークブレイブドラゴンの効果発動。墓地のドラゴンディアウズレバテインを特殊召喚。さあこれは存分に殴ってくれたまえ。存分にこのモンスターは殴ってくれたまえ。おらしゃ、来た、無限ループ入ったドラゴン無限蘇生ループ。お、なんだこのデッキ。エメラルドだった。やばい、強そう。なんだ6シンク9シンクロ、どういうデッキこれ。なんか面白いデッキだな。宝玉になんかシンクロ技力混ぜてるみたいな、そういう感じのデッキなんですかねこれね。なるほど、レインボードラゴン出てくるんですかねこれ、もしかしたら。とりあえず6シンクロか9シンクロなんかやって、あ6シンクロ OK、6シンクロ OK、ホワイトオールドルフィン OK、まあ、そいつは除外すれば全く意味ないから、あいつは除外しちゃえばいいんで。ほんとなんかあいつらの破壊耐性とかいうのがあるらしいんですよね。だから破壊耐性とかいうのがあるらしいんですけども、なんかこれは出す必要いやないかこれ、ないわ。でそれでやられてで太鼓の白石効果発動して白き霊竜を出すんですよ。これ白き霊竜を守備表示出して、バックの陰キャバックカードを除外していく。いやそろそろ時間やばい。マジでやばい。やばい、59分だ。やばいやばい、ちょっと待って。でアークブレイブドラゴンの効果、アークブレイブドラゴンの効果によってでドラゴンディアームズレバテインを特殊召喚していく。レバテイン効果装備。やばい急げやばい14時になる。ファイブゴッドドラゴン選択してデッキからドラゴン族をいっぱい落としていく。やばい、もうそろそろやばい。よしこだ。あ